ロマノフ朝、ロマノフ朝、ロマノフ朝、1613年から1917年は、1613年から1917年まで、ロシアに君臨した、ロシアの歴史上最後の王朝である。1613年に、ロマノフ家のミハイル・ロマノフが、ロシアツアーリ国のツアーリに即位して成立した。その後1721年に、ピョートル一世がインペラ統領を名乗り、体制を、 ロシア帝国に改め西洋化を推進、1917年にロシア革命で滅亡した。生体はロシアツァーリ国とロシア帝国に分かれ、首都はモスクワからサンクトペテルブルク、ペトログラードに選っている。また王家はロマノフ家からドイツ貴族のホルシュタインイコールゴットル家に関係が移っており、ピョートル三世以降はホルシュタインゴットルプロマノフ王朝と呼ぶのが正しい。 このように歴史学上では区分されるが、1913年にが挙行されるなど、ミハイル・ロマノフからニコライ二世まで連綿と続いた王朝であるという認識を当時の人々は持っていたハプスブルクとハプスブルク・ロートリンゲン家、ハノーバー・アーサとウィンザー・アーサ三章。現在でも単に、ロマノフ朝といえば、ミハイル・ロマノフからニコライ二世まで連綿と続いた。 ロシアの王朝とサすの一般的である。リューリク朝は1598年1月、ヒョードル一世の死で断絶した。以後、ロシアでは行為をめぐる同乱期に入り、その中で16世紀末のヒョードルニキイチ,チロマノフの第二、ロマノフ家が台頭して乱期を制し、その息子であるミハイルヒョードロビチロマノフが1613年に衰退されて、初代ツアーリに即位した。 ロマノフ家は、流陸長と直接の血縁関係はないが、イヴァン四世の第一夫人が、ロマノフ家出身であるという縁石である。こうして、ここに300年続くロマノフ長が始まった。ミハイルとその息子であるアレクセイの時代は、対外戦争と国内戦争の二つに悩まされながらも、帝政の基盤固めと西洋化が進められた。アレクセイの抜子で、先制君主として君臨した。 ピョートル一世、ピョートル大帝の時代にロシアは西洋化、近代化を急速に推し進めて、ヨーロッパの列強に加わり、その後勢力を拡大して、ヨーロッパから、宴会州までを支配し、帝政の基礎はこの時代に安定した。1725年のピョートル大帝の死後、ロマノフ朝は常に継承問題に悩まされた。大帝の男子はこの時点で創生しており、 残っていたのは、大抵が殺害した皇太子の子、ピョートル二世のみであった。このピョートル二世は1730年に男子を残さずに創生し、この時点で、ロマノフ家の男系の着流は断絶した。ピョートル二世の死後、冒系のアンナが継ぐも彼女にも子はなく、1740年には、ついに名の息子で、わずか生後2ヶ月のイヴァン六世に後を継がせた。しかし、 着流のピョートル大帝系のエリザベータによるクーデターが起こり、イヴァン六世は敗され、エリザベータが女帝として即位した。だが、彼女にも子がなく1762年に死去。老いのピョートル三世が後を継ぐが、宮帝革命で、ドイツ人の皇后、エカチェリーナ二世が即位した。なお、ホルシュタインゴットルプ家からピョートル三世を皇帝として、迎えた時点で、以後は、 ホルシュタインゴットルプロマノフ王朝と呼ぶのが、史実的には正しい。なお、この過程で、ロマノフ家には、ドイツ系の地が濃厚となった。エカチェリーナ二世は、積極的な対外進出を推し進める一方、様々な行政改革と近代化を行い、帝政の前世紀を現出した。1796年の女帝の死後は、息子のパーベル一世が後を継いだが、彼の父は、 ピョートル三世ではなく、公式には、ピョートル三世の息子とされている、愛人、セルゲイ・サルトイコフ伯爵の息子ともされており、仮にそうなる場合は、ロマノフ家が断絶したと解釈するともできる。パーベル一世は、女帝の政策を否定し、世襲で混乱するロマノフ家を収束するために1797年にを発布し、以後は、 男系の長男が行為を継承することが定められた。しかし1801年にパーベル一世は部下のクーデターで殺害された。パーベル一世の長男、アレクサンドル一世は祖母の政策を受け継ぎ君主権強化と近代化を推し進めた。1812年にはフランスのナポレオン・ボナパルトの侵攻を受けるが巧みなゲリラ戦を繰り広げてフランス軍を撃退し、 東欧最大の強国としての地位を確立した。さらに、ポーランドを再分割し、フィンランド大公国を建国して、ウィーン会議において、新生同盟、五国同盟を提唱するなどヨーロッパに対する影響力も高めた。1825年に、アレクサンドル一世が死去した。彼の子はすべて溶接していたため、弟のニコライ一世が継いだ。すると、 立憲君主制を求めてデカブリストの乱が起こる。ニコライ一世はこれを厳しく弾圧し、以後皇帝は極端すぎる保守、絶対政治を行った。ニコライ一世も近代化と積極的な対外進出を目指したが、志半ばで1855年に死去した。後を継いだ、アレクサンドル二世は近代化の妨げとなっていた、濃度性を解放。 濃度解放令して近代化を進めるも、ポーランドでの反乱や、後継者の創生で失意に陥り、最後は1881年に没落した、貴族階級のポーランド人で人民の意思当院によるテロルで暗殺された。暗殺事件後に後を継いだ、アレクサンドル3世は、保守政治はなおも続けるも急速な工業化を推進して、ロシアの近代化を軌道に乗せた。 1894年に後を継いだ、ニコライ2世は、進化の発言に意志を委ねるところがあり、先代のような指導力はなかった。日露戦争では日本に敗れ、この戦争中に起こった、ロシア第一革命で絶対君主制か、立憲君主制へ移行することを余儀なくされた。だが立憲政治は、名ばかりで実態が伴わず、貴族や地主らによる保守政治が、なおも続いた。 その中で行われたピョートルストルイピンの反動政治は、ロマノフ朝から知識人や国民を離反させ、反体制グループが台頭する一端をなした。1914年からは、第一次世界大戦に参加し、それにより国民生活はますます困窮した。そして1917年、ロシア革命で君主制そのものが打倒されて、ロマノフ朝は崩壊した。 2007年の世論調査で、ロマノフ朝の復活に賛成の国民が37%、反対が7%と君主政治時が多くなってきている。それは、ロシアの深刻な格差社会が原因であるとも言われる。ロマノフ朝では、歴代皇帝の政策によって、外交政策は変更された。初代のミハイルは、ポーランド王国と紛争を起こすも、 当時のロシアの国力が微弱だったことから押され続けた。また、タタールの侵攻を受けて、南部国境の守備を固めた。第二代のアレクセイも、ポーランドと十三年戦争を起こし、同時にスウェーデンとも敵対した。アレクセイの場所、ピョートル大帝は、積極的な対外進出を行い、西欧列強と友好関係を築く。一方、大北方戦争でスウェーデンを破って、 エストニア・リボニアなど多くの領土を獲得した。一方で、ロシア東部にも進出して、カムチャッカ半島やチシマなどに領土を拡大した。ピョートル大帝の死後、ピョートル三世まで歴代皇帝は、西欧列強の戦争、フランス王国との戦争、オーストリア継承戦争、七年戦争に巻き込まれ、あるいは介入した。エカジェリーナ二世の時代はプロイセンなど西欧の、 新興列強国と友好関係を結び、南下政策を進めて、オスマン帝国と交戦した。しかし、母ミカドの政策に反対するパーベル一世は、南下政策を中止し、イギリスやフランスと敵対した。このイギリス敵対が、パーベルの暗殺を招いた。アレクサンドル一世は、ナポレオンの遠征軍を撃退し、欧州の中心たる大国として、格好たる地位を築いた。 ニコライ一世は、祖母、エカチェリーナ女帝の南下政策を復活させて、オスマン帝国と交戦、組ミ合戦争をしたが、英夫追がオスマン帝国に味方したため敗北した。ただし、アレクサンドル二世の時代に、ロト戦争でオスマン帝国に勝利して、西アジアに勢力を拡大した。だが、クリミア戦争敗北後のロシアは、東アジアへの勢力拡張に、 積極的になり、アロー戦争では、英仏に味方して清と愛軍条約を締結して、アムール川一帯など大規模な領土を獲得した。日本とも江戸幕府と日露は新条約を締結して、国交を結んだ。アレクサンドル三世は工業化など国内政策に重点を置き、三帝教唱を破棄して、英仏と結んだ。 一方で清とも1893年に条約を結び、領土の一部を獲得した。だが、ニコライ二世紀の時代に、日清戦争、日露戦争により、日本の進出が強まると、ロシアの東アジア南下政策は頓挫し、バルカン半島など、東欧進出に積極的になり、第一次世界大戦に巻き込まれる一因をなした。 ロシア皇帝の権力は絶大なものと思われがちだが、絶大なものとなったのはエカチェリーナ2世紀の時代であり、それまで皇位継承は貴族や軍による宮帝革命によって左右された。また、エカチェリーナ2世紀までの歴代皇帝によるロシア経済の発展と宮帝文化の成熟、近代化が皇帝の威信を高める一因となった。ロシアの近代化は、 ピョートル大帝期の時代に推進されたが、これはあまりに急進的で国内でも皇太子や貴族が反対するなどした。あまりに急進すぎて広大な領土を領するロシアでは人材の育成が追いつかず、経済の停滞を招いた。エカチェリーナ2世以来、歴代皇帝は濃度性が国内経済と近代化の停滞を招いていたことを見抜いており、濃度を解放しようとした。 しかし皇帝権は貴族の支持があって成立しており、濃度を解放することで貴族の反発を受けることを恐れて廃止は女帝のひ孫であるアレクサンドル二世時代まで待たざるを得なかった。そのアレクサンドル二世の濃度解放は不完全なもので広大な領土を持つロシアでは改革が追いつかず、これがロシア革命を成す一因を成した。当主ゲオルギー・ミハイチ・ロマノフは アレクサンドル三世の弟ウラジーミル大公の家系である。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。